ビルト第二彗星は、周期6.41年で太陽の周りを公転する、短周期彗星。1978年1月6日、スイスの天文学者、パウル・ビルトによって発見された。ビルト第二彗星は、近日点が火星の周回軌道付近、遠日点が木星の周回軌道付近にある、木星族の彗星である。軌道を過去に遡って調べた結果、 ビルト第二彗星は、かつては、木星付近から天王星付近の間を40年前後かけて周回するケンタウルス族の軌道をとっていたが、1974年9月9日に、木星 A0.0061 天文単位まで接近したことから雪動を受けて軌道が変わり、近日点が4.9天文単位から1.49天文単位に、 光天周期が43.17年から6.17年に変化したことが分かった。このことからビルト第二彗星は太陽の影響をほとんど受けていないと考えられアメリカ航空宇宙局のディスカバリー計画の対象となった。そして1999年に探査機スターダストが打ち上げられ2004年1月3日にビルト第二彗星の核を フライバイして72枚の写真を撮影した。それと同時に、スターダストはエアロゲールにより、水性のゴミを採集しており、2006年1月15日にサンプルリターンに成功。現在、日本を含む全世界の科学者たちにより分析が進められており、これまでに奇跡や観覧石、鉄とニッケルの単体及び硫化物が発見されており、 その成分はコンドライトに近いものであった。他にアミノ酸のグリシンが発見されており、生命誕生の元となる物質の一部が宇宙起源であるという説の立証となると期待されている。過去に探査機が到達したハレー彗星やボレリー彗星とは異なり、ビルト第二彗星の核は丸く、核全体が切り立った壁のクレーターで覆われていた。このことからビルト第二彗星の核には、 氷の他に粘着性の強い物質が含まれていると考えられている。なお、核の色は、ハレー彗星などと同様にほぼ黒色であった。ビルト第二彗星の1974年以前の軌道と現在の軌道、ビルト第二彗星の核の地名、ありがとうございます。